皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、第71期王座戦5番勝負が盛り上がっているね。前人未到の8冠制覇がかかっているし、盛り上がらないわけがないか。そうだな。だが今回の王座戦が盛り上がっているのは8冠に対する注目だけでなく、長い間、研究パートナーとして切磋琢磨してきた永瀬拓矢王座が相手だからでもあるんだぜ。藤井聡太竜王の将棋を間近で見てきた棋士が、八冠の最後の壁として立ちはだかるんだね。これは強敵そうだわ。永瀬拓矢王座について詳しく教えてよ。よし、じゃあ今回は永瀬拓矢王座のキレッキと、第71期王座戦5番勝負について解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。ではまず、永瀬拓矢王座のキレッキから解説していくぜ。永瀬拓矢王座は1992年9月5日生まれ、神奈川県横浜市中区の出身だ。9歳の誕生日に、祖父から将棋の盤と駒をもらったことが将棋を始めたきっかけだぜ。何かハマった理由はあるのかしら？幼少期の永瀬拓矢王座は、勉強や運動が人並みにできなくて、学校がつまらなかったそうだが、将棋は人並みにできる。勝てる、と思い、将棋にのめり込んでいったんだ。人には向き不向きがあるもんね。永瀬拓矢王座も自分に向いてるものが見つけられたって感じかしら。だが、奨励会に12歳で入会するまで通っていた磯子将棋センターで佐々木勇気八段に出会った際には、将棋の勉強をそんなにしなくても強い人がいる、不平等と思ったらしいな。それでもコツコツ積み上げれば型を並べられる、といったことを身をもって感じられた時期でもあったようだぜ。努力の大切さを学んだんだね。佐々木勇気八段とはその後、長い付き合いになるんじゃない？そうだな。両者ともに腐れんと笑うが、トッププロとなった現在も切磋琢磨し合う大切な仲間同士だぜ。ライバルであり親友のような関係なんだろうね。そういう関係羨ましいわ。2008年、高校入学と同時に奨励会三段リーグに参加し、3度目の三段リーグで、14勝4敗1位となり、2009年10月1日付でプロ入りを果たすんだ。17歳0ヶ月でのプロ入りは、1987年の現行三段リーグ制度導入以降では、渡辺明九段、屋敷信之九段、豊島将之九段に次ぐ、当時4番目の年少記録なんだぜ。藤井聡太竜王の14歳でプロ入りっていうのが異常な速さであって、17歳も十分早咲きだよね。若手時代は負けない将棋と称される粘り強い棋風で、2011年11日から6月1日まで、公式戦18連勝を記録しているんだ。2019年に初タイトルの叡王を獲得すると、同年に王座を獲得し、2023年現在、王座のタイトルは4連覇中なんだぜ。そして前人未到の8冠を目指す藤井聡太竜王の最後の壁として立ちはだかることになるんだね。では続いて藤井聡太竜王と永瀬拓矢王座の関係について解説していくぜ。藤井聡太竜王と永瀬拓矢王座はそれぞれタイトルの奪取を目指すライバルであると同時に、普段はお互いを高める研究仲間として将棋を指していることでも有名なんだ。研究パートナーになったきっかけは何なの？2017年、藤井聡太竜王がプロになられたタイミングで行われた企画、炎の7番勝負という企画で対局したことがきっかけだ。どんな企画だったの？藤井聡太竜王が増田康弘四段、永瀬拓矢王座、斉藤慎太郎六段、中村太地六段、深浦康一九段、佐藤康光九段、羽生善治九段などといった先輩棋士と対決する企画だぜ。第一線で活躍するトップ棋士ばかりじゃん。だが藤井聡太竜王はこの面々に対して、6勝1敗という成績を収めているんだぜ。恐るべきルーキーだわ。そしてこの中で唯一藤井聡太竜王に黒星をつけたのが、永瀬拓矢王座だったんだ。初対戦で大棋士になる片鱗を感じたという永瀬拓矢王座は、後日、練習将棋を申し込み、そこから二人の研究会が始まることになるぜ。研究会は東京でやっているの？いや、永瀬拓矢王座が藤井聡太竜王の地元の愛知県に出向き、藤井聡太先生の師匠である杉本昌隆八段先生が設けた名古屋の研究室で行われているんだ。朝10時から始めて夜8時頃まで本番さながらの対局を2局指し、感想戦に熱中するあまり、永瀬拓矢王座が最終の新幹線で帰郷することも多いようだぜ。かなりハードな研究会になっているようだね。逆に藤井聡太竜王と研究をしようとなると、これくらいストイックにならないとやれないということなんだろうね。そうだな。そこから現在に至るまで藤井聡太竜王と研究を続けているわけだから、
永瀬拓矢王座がいかに藤井聡太竜王から信頼されているかということがわかるぜ。藤井聡太竜王も永瀬拓矢王座との研究会を通じて学ぶところが多いからこそ、長年研究パートナーで居続けてるんだろうね。ああ、第71期王座戦5番勝負前日記者会見で、藤井聡太竜王は永瀬王座の存在について、研究会をやっていただいて、私にとって勉強になることばかりで、自分の気力が引き上げられたのかなとも感じていますし、その後に永瀬さんが王座を取られたり、すごく活躍されて、そのことが刺激にもなったのかなと思っていますと、語っているぜ。これは永瀬拓矢王座にとっては嬉しいお言葉だろうね。対して永瀬拓矢王座は藤井聡太竜王について、考え方、価値観、すべてをとって素晴らしいのかなと感じました。藤井さんからいただいた言葉一つ一つは自分にとって財産ですので、これは誰にも教えずに墓場まで持っていきたいと思っています。と、語っているぜ。二人とも年齢差はあるけど、お互いが尊敬の念を抱いていることがわかるコメントだわ。藤井聡太竜王と永瀬拓矢王座はこれまで、公式戦での戦績はどうなの？王座戦が始まる前の戦績は、藤井聡太竜王が11勝、永瀬拓矢王座が5勝となっているぜ。藤井聡太竜王が大きく勝ち越しているんだ。これは王座戦も藤井聡太竜王に分があるかな？対戦成績だけ見るとそう思うかもしれないが、藤井聡太竜王から通算で5勝以上している棋士は、豊島将之九段と永瀬拓矢王座の2名だけなんだぜ。いかに藤井聡太竜王から勝ち星を得るのが難しいのかよくわかるわね。しかも永瀬拓矢王座は A 級順位戦や炎の7番勝負など注目される対局で、白星を挙げる勝負強さを見せているから、八冠獲得で大きな注目を浴びる王座戦で、普段以上のパワーを発揮するかもしれないぜ。藤井聡太竜王といえど油断できる相手ではないわね。相手が誰であれ藤井聡太竜王が油断するとは思わないけど、研究パートナーの二人が歴史的なシリーズでどんな対局を繰り広げるのか注目だわ。では大注目のタイトル戦、第71期王座戦5番勝負について解説していくぜ。今回、藤井聡太竜王が王座を奪えば史上初、前人未到の八冠達成。対して永瀬拓矢王座も王座戦4連覇中で、今回守りきれば連続5期保持となり、永世称号名誉王座の資格を獲得できるんだ。お互い負けられない戦いだね。タイトル戦を前に藤井聡太竜王は八冠に挑戦できるのは、すごく貴重な機会と思っているので、注目していただける舞台にもなるので、それにふさわしい将棋が指せるように頑張りたいと思っていますと、永瀬拓矢王座は藤井八冠を目指している、大記録を目指されているということで、ただ、自分には関係がないことだと思っていますので、自分は自分で結果を出して、名誉王座に近づけるよう頑張りたいと思っていますと、意気込みを語っているぜ。お互い自分の目標にベストを尽くすって感じだね。今回の王座戦5番勝負でどこか見どころはある？個人的に注目しているのは、千日手が出るかどうかだな。千日手？同じ局面を繰り返すエンドレスな状態のことを言うんだ。将棋では、同じ状況が繰り返されてしまうことが稀に起こる。そこで、4回同じ局面が現れると千日手として、対局が仕切り直しされるんだ。これを指し直しというぜ。千日手はよく起こることなの？プロの対局で千日手になる確率は約 2% から 3% といったところだ。だが、永瀬拓矢王座は千日手になる回数が、他の棋士よりかなり多く、2022年6月3日に行われた棋聖戦第1局での藤井聡太竜王との対局でも千日手になっている。しかも、2回連続でだぜ。2回連続というのはかなりのレアパターンじゃない？ああ、タイトル戦では、2002年の竜王戦以来20年ぶりのことだ。そして結果は永瀬拓矢王座の勝利だったぜ。千日手というのは、狙って起こせるものなの？基本的には狙って出せるものではない。ただプロ棋士は先を読んで、この先こうすれば千日手になりそうだなということはわかるそうだ。だが、指し直しになるとかなり体力を使うため、普通は千日手にならないような一手を選ぶ人が多いんだぜ。永瀬拓矢王座は積極的に狙っていってるのかしら？意図的かどうかはわからない。だが千日手が起きた後の指し直しの対局での永瀬拓矢王座の勝率は、約 79% とかなり高い勝率を誇っているんだぜ。自分の体力に自信を持って、戦術の一つに千日手という手段を用意してそうだね。けど藤井聡太竜王も将棋においては底なしの体力を見せつけるからね。もし千日手になったら二人の体力勝負に注目だわ。私が千日手を注目してる理由はもう一つ。
藤井聡太竜王は、2023年度は先手の勝率 100% と、圧倒的な強さを誇っている。しかし千日手になると先手と後手を入れ替えて指し直しになるため、藤井聡太竜王の先手で始まった対局でも、千日手になれば、永瀬拓矢王座が先手になるんだぜ。先手のアドバンテージを潰すこともできるんだね。もし狙って千日手に持ち込めるならそれは脅威かもね。千日手はどちらかが避けたら成り立たないから、藤井聡太竜王が避ける可能性は高いだろう。だが千日手を避けようとすると、藤井聡太竜王が不利になるような局面を、永瀬拓矢王座が研究してくる可能性もあるんだ。手の内を知り尽くしているからお互い奇策を用意している可能性はあるよね。注目の王座戦5番勝負の1局目はどうだったのかしら ?8 月31日に神奈川県秦野市の陣屋で行われた第71期将棋王座戦5番勝負の第1局は、振り駒の結果、藤井聡太竜王の先手番に決まったんだ。先手の勝率が高い藤井聡太竜王には大きなメリットだね。実は藤井聡太竜王は今年、王将戦、棋王戦、名人戦、叡王戦、棋聖戦、王位戦の順に、タイトル戦を戦ったが、第1局の振り駒で名人戦以外はいずれも先手番を獲得し、6タイトル戦で先勝しているんだ。振り駒運みたいのを持っているのかもね。第1局の戦型は、藤井聡太竜王が得意とする角換わりとなった。永瀬拓矢王座は序盤早々に4一玉型早繰り銀という飛行を見せ、徹底的に研究していた展開に持ち込んだ。お互いに序盤からじっくり時間を使う展開となり、藤井聡太竜王が主導権を握ったが形勢は大きく開かず終盤を迎えることになる。終盤は、藤井聡太竜王が攻める展開が続いたが、受ける永瀬拓矢王座が、一瞬の隙を突き攻勢に転じ逆転。大激闘となった最終盤は、両者一分将棋となる中、自玉の耐久力と敵玉の明脈を正確に読み切った。永瀬拓矢王座が抜け出して、名誉王座の獲得と八冠阻止に向けた、重要な一勝を挙げたぜ。先手で圧倒的な勝率を誇る藤井聡太竜王から、後手番で勝利したのは大きいだろうね。ああ、一方の藤井聡太竜王にとっては、低体逆転負けだ。タイトル戦での先手番の勝利は9連勝で止まることになったぜ。流れは永瀬拓矢王座にありそうかしら?だが、2022年の永瀬拓矢王座との棋聖戦では、第1局に敗れた後に3連勝して防衛した例があるからな。まだ1局目を終えたばかりだし、逆転の可能性は十分あり得るぜ。そうね。第2局目からの挽回に期待だわ。終局後、永瀬拓矢王座は後手番なのでどうついていくかという将棋で、自信がない展開が続いた。まずは先勝することができてよかったと安堵の表情を浮かべ、藤井聡太竜王は、どうバランスを取るか難しい将棋だった。早くも厳しい状況になってしまったが、できるだけいい状態で第2局に臨みたいとコメントしている。解説を務めた森内俊之九段は中盤は藤井七冠がやや有利に進めていたが、永瀬王座の玉も耐久力があり、どう転ぶかわからない将棋だった。永瀬王座が逆転して良くなっても藤井七冠が食い下がったが、冷静な差し回しを見せ踏みとどまった。歴史的な名シリーズの初戦を飾るのにふさわしい熱戦だったと公表したぜ。お互いの手の内は知り尽くしているだけに、第2局からも死闘が展開されるかもしれないね。ああ、第2局は9月12日に兵庫県神戸市のホテル大倉神戸で開催される予定だ。お互い大記録がかかったタイトル戦だし、負けられない戦いが続くわね。二人とも頑張ってほしいわ。ということで今回は以上で終了だ。永瀬拓矢王座に関するエピソードを知っているって方はコメント欄で教えてね。これからも動画を投稿していくのでチャンネル登録で応援お願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。